それこそ俺まだ結婚する前とか、ああそうか、に原西さんがさ、うん、今でこそお酒をもう飲まなくなったらしいんだけど、うん、なんでかっつうと、うん、もう酒癖がすごいんだって。まあね、うん、でなんかたまたま東野さんと、うん、あの厚むさん、鍋厚さん、うん、サンドさんね、うん、と原西さんと行くことになって、うん、でいわゆるあの映画祭の醍醐味ですよ、はいはい、普段なかなか行かない先輩方とお酒飲み行けるっていうね、うん、近しくなれるっていう、で、楽しく飲んでたんだけど、もうほんと原西さんもとにかくビールしか飲まないの。でどん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 なんか顔がふわーってなってきて、まあ、強いは強い、強いは強い、でももうまあ酒癖悪いって弱いか、うん、でその時にちょうどね、あのずっと付き合ってる彼女がいるんですみたいな話になって、そしたらなんかどっかもう多分10杯ぐらいビール飲んだんじゃない、そしたら目トロンとしてきて、お前それ結婚するな殺すからなって言われて、なんで？なんで？あーはいしますっつって、え？だからもう熱くなっちゃって、神父さんとか、神父さんじゃないです、あんな罠神父いないで、もう殺すぞって言われて、えっと思って、私大事にしますから、まあ、言ってることがすごい、まあ、正しい、うん、そんな長年付き合って同棲もして、うん、苦労かけて、まあ、芸人で食えるようになって、お前それと結婚しなかったら殺すからなって言われて、いやしますみたいな、東野さん大丈夫大丈夫みたいな、で、次の店行こうってなった時にタクシー乗ったら、俺はもう楽しかったから、それはそれで全然、はいはい、うん、でもなんか東野さんとサンドさんからしたらこれちょっと原西やばいみたいな あって、ちょ村上に申し訳ないみたいな、はい、で僕全然大丈夫ですよって言ったら、タクシーに乗ってたら、あーとか言って、ちょっと村上口臭いなとか言ってお前ちょっと出てってくれるかみたいなもうちょっと上手いなかったので、その原西さんずっとうーんって言って村上いますかみたいな、いやでも村上口臭いからちょっと下ろすわみたいな、何ですかみたいな、村上結婚したら下ろすからな、何ずっと言ってんだよ、何で、でもまあダメだ、もう限界だな、なあ、うん、なあ、あなあみたいな、なやつもなみたいな、で俺はあじゃあもうしょうがないかって、でもタクシー出て行って、でも俺も帰って、うん、でその後2軒目行ったらしいんだけど3人で、もうそっからもう新しい店行ったら飲んでて、もうとにかく止まんないって、うん、原西さんが、うん、村上がっつって、あれ出たよであれっつって言っても先輩の東野さんもいるのに、あれっつって後で聞いたんだけど、村上どこ行ったんだ、うわやべバレた、もう完全ゴリラになってんだって、まあ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 、でもそのまま居酒屋外で村上どこやっつって、徘徊してみたいな、怖っ、うん、いやお前いたのやばかったじゃん、いやそうそうそう、でもなんかその時の記憶あったらしくて、うん、その後原西さんから連絡来て、ちょっと彼女とあの一緒に飲もうやみたいな、俺奥さん連れてくからっつって、俺一回原西さんの奥さんと俺とか当時彼女奥さんと4人で飲む、あもう全然わかんない、で帰ってき東京で、でみんなに言われて、もう原西さんと飲み行くのっつって、あそんなやつなかなかいないぞっつって、えその場合原西さんはやっぱ奥さんいる前ではどうなの、うん、その最終的に俺どうなんだろうって緊張したんだけど、奇跡が起きて、あのセックス&ザ・シティを奥さんも原西さんも見てて、俺見てなかったんだけどあのうちの彼女見てて、その話終始 2,3 時間盛り上がって終わったんだけどセックス&ザ・シティだ、いや俺原西さんこの感じセックス&ザ・シティ好きなのかみたいな、うちの奥さんにさすげえ言ってんの、あいつほんま性格悪いよなみたいな、めっちゃ感情移入して見るタイプなんだ、あれだって女性の目線だよね、そうそう、だすごい、だから乙女なとこがあんのかな、そんだけ連れ添った彼女ちゃんと結婚せなあかんでっていうのもあるんだよ、すごいな。